小林君が部屋に一緒に参加した。愛の光に輝き暗闇を照らし出す我の主イエスの光、自由を与える力、命の光、
新しい日は知らつくなのか、この世の通り方を賛美しよう、感謝しよう、この世の通り方を賛美しよう、感謝しよう、この世の通り方を心にたくさんを持ちながら、主の御業に励みなさい。新しい日は主が作られた、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、共に喜び歌おう。心に感謝を持ちながら、主の御業に励みなさい。新しい日は主が作られた、共に喜び歌おう。賛美しよう、賛美しよう、感謝しよう、心に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、心に喜び歌おう。賛美しよう、感謝しよう、心に喜び歌おう。Thank you.
Yes, Lord,
Thank you.
神の霊が下った人類が初めて
神と一つになるという経験をしました。今日も私たちの古い自分から解放されて、神と一つになってこの場所を立ち上がることができるように、罪を悔い改めましょう。傲慢という罪を悔い改めましょう。手に下って神様、あなたが必要です、あなたを愛しますと信じていきたいと考えられるようにしましょう。ハレルヤ。愛する主様の名で感謝してお願いします。まずご起立くださいませ。一緒に少しの皆さんにしたいと思います。天地の主に出て一緒に神の御心神の御心神の御心人生の中にお入りください、変えてください。その人生が祝福され、また神の栄光を表すために私たちが変えられ用いられていくことができる。主イエス様、あなたを求めます。おかれている方々も神様、あなたを求めてこの場所に揃うことができますように、
インターネットで礼拝する方々もあなたを求めて共にパソコン、タブレット、スマートフォンなどの前で礼拝ちゃんとできるように神様にあなたが働いてくださいますように。イエス・キリスト様、どうぞ御言葉を取り継ぐこの者の上に主を力を与えてください。用いてください。イエス様の名で感謝してお願いいたします。アメン。皆さんこんばんは。一緒に礼拝ができること心から感謝したいと思います。今日はペンテコステということで、これは、多くの場合あまり強調されない、クリスチャンでもですね、あんまり、重きを置かない場合があるんですね。で、一般的には、そうですよね、仕方ないんです。イエス様が来られた、クリスマス、そしてイエス様が十字架で死んだ後3日目によみがえった、イースター。でキリスト教の中心はキリストですからね、クリスマスとイースターはもろにイエス・キリストの出来事ですけど、ペンテコステというのは聖霊が下った、異信者であれば、教会に来たことがない人は、そんなに興味がない、ことかもしれません。教会の誕生日ぐらいに思うかもしれませんね。それもすごいことなんですけど、しかし私たちクリスチャンにとってペンテコステはですね、クリスマス、イースターに並ぶほど重要な出来事でしょうか。それはクリスチャン一人一人が聖霊に対してどれだけ重要視しているか、それで決まるんですね。で、聖霊が下るということはですね、もうイエス様が来られたことと、また蘇ったことと同じほど、同じくらい大切な出来事である。ペンテコステというのは50日目という意味です。で、50日目にイエス・キリストは天から聖霊を下された。しかしその前のことがあります。復活してから40日間はキリストは私たちと一緒に、弟子たちと一緒に歩まれました。で、その40日間は何を語ったかというとですね、まずはペテロとか、失敗した、クリスチャンたちの、その心の傷を癒しました。劣等感、トラウマに触れました。失敗して、もう俺はダメだ、私はもうセカンドチャンスはない、やり直すことができない、もうダメだと思っていた、その心に触れて癒された。大丈夫だよ。だから人はですね、劣等感や固定観念や、否定的な固まった心があると、そこから先に進みません。もうそこで終わってしまうんですね。もう私の人生はこれまでだ、これ以上はないだろう、キリスト教ってこんなもんだろう。でもイエスは弟子たちに寄り添い、40日の間その古い考えを破り捨てさせ、聖書にこう書いてあったでしょう。それはこういうことなんだ、そして今からあなたは変わって世界に出ていくんだ、そのようにですね、自信を、つけられました。皆さん、その上で聖霊を求めなさいって言ったんですね。弟子たちが言われた通り10日間聖霊を求めました。断食して求めました。皆さん、そこで聖霊が下ってきたんです。その時に人類が初めて経験した、それは神と一体になるという出来事です。皆さん、今日私たちはもうキリスト教というそういう宗教を捨てましょう。そして聖霊に出されて、小泉元総理大臣が自民党をぶっ壊すといったような、発言かもしれませんけど、キリスト教をぶっ壊す、キリスト教を脱ぎ捨てる、それはいつの時代も人間中心になった組織は間違える可能性がある、凝り固まる可能性がある。マルチン・ルーテルが完全な人だったと思いません。でもルーテルのように私たちはいつも聖書に立ち返る、その古い今までがどうであったかじゃなくて聖書に立ち返る、今までどうしてきたかじゃなくてイエス・キリストが何て教えたか、そこに立ち返る。カトリックの教会も
この2000年の間に随分道を逸れてしまったな。じゃあプロテスタントはどうでしょう。この500年で随分道を逸れた可能性もあります。私たちはもう一度このペンテコステに立ち返る、聖書に立ち返る、それが本物のキリスト教です。今までのものを捨てろって言ってるわけじゃないです。私たちはそこに立ち返っていく。でそれはですね、なぜ必要なのか。聖霊をあまりにも必要としない教会の組織が出来上がってしまった。である教会とですね、もう聖霊を否定さえするんですね。あるいは聖霊を気持ち悪いというクリスチャンに会ったことがあります。おかしいですよね。そういうふうに言う人の方が気持ち悪いんです。聖霊は神様です。私たちはですね、何か気持ち悪いものを経験するのではなくて、本当の神を求める、ペンテコステを求める、そういう教会で、ね、あるんだと、そう思います。まず聖書を一箇所読みましょう。使徒の働き2章1節から8節です。使徒の働き2章1節から8節をお読みしたいと思います。1節、修法の、要約の後ろに載ってます。その日に1節、50節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然変化が激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話しました。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう、今話しているこの雑誌はこの人たちの皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。皆さん、このことがペンテコステの日に起こった、そう教えるんですね。皆さん、この出来事を通してもう一度聖書を学んでいきたいと思います。第一番目、まずペンテコステというのは教会の誕生日です。聖霊が下った日にこの地に初めて教会が誕生しました。私たちはこの新宿復興教会はこのペンテコステから始まっている教会です。今日教会の誕生日ということは、つまり私たちの誕生日でもあるんですね。教会っていうのは皆さん、建物や組織やまた場所ではないんです。イエス様を信じる者が集まって礼拝するその場所が教会です。ですから私たちが誕生した誕生日でもあるんですね。ですから、そうするとペンテコステが少し意味が深まってくると思います。しかし大切なのは、教会が教会として立っていくために必要なことがある。だからそれは聖霊によって始まったんです、教会は。だから聖霊に満たされ続けなければ教会は方向を狂ってしまう。つまり聖霊に満たされるっていうのは、聖霊が、神が主人である教会、神が導く群れということなんですね。ところが聖霊に満たされないっていうのはどういうことかというと、自分たちを中心にして、自分たちの考えで進んでいく、そういう教会になってしまってはいけません。どうぞもう一度心を大きく開いて、目に見えませんけど聖霊なる神様を認める、そして聖霊なる神様を歓迎する、そして聖霊なる神様を受け入れる、そういう私たちの心が入れ替わらなくてはいけませんね。皆さん、もう一度言いますよ。聖霊はこの机とか何か物のように目に見えません。でも目に見えないだけで、もっともっとこのものよりも確かなお方です。ものは時間が経てばなくなる、腐る、人も死んでいく。でも聖霊は命である、神ご自身です。ハレルヤ。皆さん、目に見えないお方だから頼んじゃいけない。目に見えないお方を認め、
この目に見えないお方を迎え入れ、そして目に見えないお方と共に歩んでいく。さあ今日王様であるお方を今日お迎えしましょう。それが本来の教会です。私の妻がこの話好きなんですけどね、アメリカの国内で、黒人が差別された、教会で差別された、そういう出来事なんです。先日私はゴスペルを学んでですね、そのルーツを学んで、その黒人差別がどれだけひどいかということを知りました。黒人はですね、もう、家畜以下です。法律で認められてたんです。誘拐してそれを売買して奴隷市場で売っ払う。で、例えば家族に連れてこられますよね。夫か妻か子供か関係ないんですね。夫はこちらに5000円で売られ、妻は子供を産むから8000円で売られ、子供たちは1万円で売られる。例えばそんな世界です。そして家畜以下、家畜同等の扱い。アフリカから連れてこられるときはですね、例えばこの机一つぐらいのところに寝かされる。そしてそのすぐ上がまたベッドで、その上に寝かされる。5階か6階ぐらいで、この部屋であれば100人ぐらい入ったかもしれませんね。弱って傷ついたら海に捨ててしまう。そういう扱い。しかしやがてですね、そのことに対してアブラハム・リンカーンやキング牧師などが立ち向かって、その法律がついに変わった。しかしですね、今に至るまで黒人差別は続いている。黒人の人がですね、白人が集まる教会に入っていくとですね、嫌がる。そして出ていってくれ、あなたが来る場所じゃない。そういう教会が実際にあるんです。彼は打ち切られていますか。なんて不公平なんだろう。その帰り道、神の声を聞いた。聖霊はこう言ったんですね。私でさえもあの教会の中に入れてもらったことないんだ。私でさえも追い出されちゃう。あなたが追い出されても仕方がない。大丈夫だ。聖霊が歓迎されている。聖霊が働く教会にあなたを導く。聖霊なる神様はそのようにして導かれていきました。だからこの話から学ぶことは何でしょうか。私たちは教会の教会である、そのすべては聖霊に心を開き、このお方を中心に導かれていく。キリスト教を捨てなきゃいけないんです。キリスト教に導かれるんじゃないんです。聖霊が主人になって、聖霊が中心になって、聖霊が導いていく教会。ヒューマニストというのが世界では今、もてはやされています。人間愛、カトリックが多いアイルランドという国でですね、同性結婚がですね、住民投票によって認められるという、そういう出来事が起こった。危機ですよね。カトリックが7割8割の国でそんなことが起こってしまう。聖書で罪だって書いてあることが起こってしまう。じゃあ法律で認められたら、聖書がこう書いてあるって言ったらですね、言った方が罪になっちゃうんですね。今世界ではいろんなことが起こっている。でも私たちはもう一度この聖霊に心を開く。世界がどう言ってるか、人間愛が何と言ってるか、聖霊が中心になって、このお方を神としてこのお方に導かれていく。それが教会の姿です。私たちはともすると傲慢になりすぎて、人間愛を賛美して、いや人間的にやっぱりこういう方がいいんじゃないか、人間的な優しさを求める。だからどうぞそういうものが悪いと言ってるんじゃない。結果として出てくるのはいいんです。でも神が中心となって、聖霊を認め、聖霊を歓迎し、このお方が全ての全てとなっている教会に
違わなくてはいけません。今日私たちは悔い改め、いや、いつでも悔い改め、いつでも神のこの教会の主王としてお迎えする栄光の王が入られる。今皆さん栄光の王が来られています。どうぞ皆さんの心のど真ん中に栄光の王をお迎えし、この方の前に準備し、あなたに従いますと私たち教会はそう発言しなくてはいけません。第2番目、聖霊は三位一体の第三位格である神ご自身です。キリスト教の中心はイエス・キリストです。それは間違いありません。神教ではあります。神教だとしたらまず大変ですね。神が求めておられる人間にならなければ神の権力がされない。じゃあイエス・キリスト教はどうでしょうか。イエス・キリスト教であるならば神が求めておられることをできなくてもイエス・キリストが代わりにやってくださったので、私たちはイエス様を信じることで神の前に立てる。で、聖霊教ではないんですけど、私たちはこの死なる神イエス・キリストと全く同じ方であるこの聖霊様を重んじていく必要があります。旧約聖書4000年の歴史は死なる神様が前面で働かれました。子なるイエス・キリストと聖霊は後ろで働かれました。2000年前クリスマス、イエス・キリストがこの地上に生まれました。そうすると死なる神と聖霊は後ろで働きました。しかしですね、今の時代ペンテコステから今の時代は聖霊が前に出てこられて、死なる神とイエス・キリストは天国で共に働いています。だから今私たちと直接関わっているのは聖霊さんです。このお方を軽んじたり、このお方を認めなかったら、私たちは神とつながるその道を失ってしまいます。どうぞ聖霊を私たちは認めすぎるぐらい認めましょう。イエス・キリストはある時こう言いました。イエス・キリストは、私に対する冒涜は許される、でも聖霊を冒涜する罪は永遠に許されない。人が聖霊を冒涜し聖霊を無視したら救われる道がなくなっちゃうんです。皆さん、誰もイエス・キリストを信じるっていうのは聖霊の働き抜きにできないからです。皆さんが今日イエス様を信じているのはみんな聖霊の働きです。そして教会へ来れたのも聖霊の働きです。私たちはもっともっと認めすぎるぐらい聖霊なる神様をお迎えし、この方を大切にしていく、そういう信仰生活をしていきたいものです。皆さん、聖霊をないがしろにしてはいけません。無視してはいけません。聖霊様は謙遜な方、聖霊様は真摯です。私たちが聖霊を無視したりどっか行ってほしい、そういうんだったら聖霊様は行ってしまいます。イエス様が洗礼を受けたときに聖霊は鳩のような姿で下ってこられた。バプテスマのヨハネからイエス様の洗礼を受けたという場所に私は行きました。先日イスラエルの時に真っ白い鳩がですね、くる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 こう回ってるんですね。そして、私を祝福するように、私たちを祝福するように、鳩が舞い降りてきて、鳩っていうのはですね、追っ払ったら行ってしまうんです。だからどうぞ鳩を迎えるように、鳩のように下ってくる聖霊を私たちはお迎えするように祝福します。で、この方はですね、2つの威嚇を持っています。1つは人格です。人格を持っている人同士は交わることができますよね。単なる風とか吹くような霊とかそういうんじゃないんです。人格ですから交われます。お話ができます。そしてもう一つは神格、神の格を持っています。ですから神と人をつなぐことができる、交わることができる、神と一つになることができる。今日聖霊なる神様は三位一体の第三格、神ご自身であるということを私たちの思いの中にしっかりと見せましょう。目に見えないんです。でもここにおられます。この場所におられます。今ここにおられます。
私たちはこのお方をしっかりとお認めし、この方に仕えていく、この方を通して礼拝する。皆さん、礼拝が変わってきます。教会が変わってきます。ここにおられるんですから。第3番目、聖霊の働きは3つの次元で働かれるということになります。1つ目の次元は共におられるということです。聖霊が共におられるというのはどういうことでしょうか。まあ、今日、生まれつきクリスチャンだって人はいないと思いますみんな、ある時期に洗礼を受けてイエス様を信じた。でもイエス様を信じるその前から聖霊様は共におられたんです。風のように空気のように気づかなかったけど共におられた。だから私たちは聖霊の声になかなか心を開かなかった。しかし聖霊様はですね、人と共に働かれます。皆さんのために誰かが祈り、また皆さんのために誰かが伝道し、この聖霊と共にイエス・キリストがいるということを聞いて、でただその人の言葉を聞いただけで信じたんです。聖霊がおられるから分かったんです。ああ、イエス様がおられるんだ、ああ、神様がおられる。聖霊様はかつてずっと私たちから離れたことがない、いつも共におられました。2番目、聖霊がこの内住する内側に住む。でどういう時でしょうか。ヨハネの黙示録3章20節にも公開です。あなたがイエス・キリストを信じ心を開いて受け入れるならば共に食事をすると言うんですね。だからイエス様を受け入れる、聖霊を受け入れると神が私たちと共に食事をしてください。食事をするというのはどういうことでしょうか。それは許すってことです。で、私はですね、あえて許すっていう字を2つ使い分けています。一つは許可の許、そしてもう一つは赦免の赦です。許可の許っていうのは人間の許しです。まあ一応聖書が言ってるから許しますよ、あなたは。でも忘れませんよ、怖いですよね。あるいは、今はとりあえず許すけどね、もし同じことをしたらね、もう許さない。まあ、これは人間の許可、許しです。しかし神の許すってどうでしょうか。一度も罪を犯したことがないような完全な許しです。その過去を完全に許し、まあ、大体女の人っていうのはですね、昔のことを掘り出しますね、喧嘩すると。まあ、男の人もそうかもしれません。あの時あなたはこうした、失敗した、あなたはこうした、まあ身に覚えがあるから言うのかもしれませんけど、まあ男の人もそうかもしれません。女の人もそうかもしれません。過去を忘れない、断ることに思い出す。でも神様はそういう方じゃないんです。私たちが悔い改めた罪を、まあ、天国行って失礼しました、まあ失礼しました、神様本当にいらっしゃったんですね、いやびっくりしました、神様私は本当にあなたに失礼なことをしました、もう嘘ついたり偽善したり、もういろんなね嘘、汚いことをしました。でも悔い改めたその罪に対しては神様は覚えてない、その罪は許した、海の深みに投げ込むように、東が西から遠いように完全に罪を離れさせ、完全に許した。皆さん、これがイエス・キリストにある許し、聖霊が与えてくださる許しです。食事をするってそういうことです。一緒に神があなたと食事をするっていうのはもう過去を全て許すっていうこと。皆さん、そこに喜びがある、平安になります。そしてやがて私たちも人を許すことができるようになるんです。で、私たちはどうして人を許せるか、敵を許し、敵のために祈り愛することができるか、それは敵であった私たちが許されたからです。聖書は怒りの子という言葉を作ります。怒りの子って皆さん、怒りっぽいね、荒々しい人ではないんです。神の怒りの対象だっていう意味なんです。
神が私たちの罪を怒っておられる。罪人に対して怒りを燃やしておられる。じゃあ皆さん、その怒りはどこに行ったんでしょうか。イエス・キリストの十字架の上に落とされました。イエス・キリストは神の怒りによって十字架にかけられ死んで、そして世に伝えました。しかし三日目によみがえって今も生きて、そしてイエス様を通して聖霊が降ってきた。どうぞ、私たちはもう許されている。この聖霊を受け入れ、私たち心の中に聖霊に住んでいただきましょう。でこれが内住するというです。聖霊が心を開いて受け入れるという。でそうすると、ね、お友達になり仲良くなる。でこの次元で終わってはいけないんですね。最終ステージは3番目、上に来られるということ。聖霊の上に来られる、関係が変わるということです。今までは自分が主人で、神様こうしてください、このようにしてください、そしてそうしてくれなかったら腹が立って、もう神様信じません、信じてるのになんでこんなことが起こるんでしょうか。それはですね、私たちの上になっています。じゃあ聖霊が上に来るってどういうことでしょうか。聖霊が私たちの主人になるということです。問わず従うということです。私たちは自分の思いがどうであったとしても、聖霊が言ったらはい、聖霊が言うというのは神のことは聖書です。ですから私たちの人生がそのように変わるというのは一体どういうことでしょうか。それは古い自分に死ぬということです。死ぬこと以外に私たちが聖霊を主人とし、神が主人となり、私が従になることはできません。それは死ぬことです。主の名に一生勝つことに公開が、聖霊があなた方の上に来られたとき、力を受ける。それは聖霊が私の主人の王となる。私はこの方に従う。じゃあ従うっていうのはどういうことでしょう。死ぬっていうことですね。で死ぬってことはもう私が生きていない、聖霊が生きている、イエス様が生きている、そういう状態になる。パウロがこう言いました。キリストと共に十字架につけられた古い私、自分が主人となり自分が決めていたその自分に死んで、そしてキリストが生きる、その時に聖霊が上に来られるんですね。今日戦いはどこにあるでしょうか。今日戦いは私たちの魂の中です。私が主人になる、いや聖霊が主人になる、その戦いなんです。皆さん、皆さんの外に戦いはないんです。あの人がああいうから、状況がこうだから、就職が、お金が、あの人がああいうことを言うから、それはないんです。私が主人になるか、聖霊が主人になるか、その戦いだけなんです。そこが熾烈なんです。そこが戦場なんです。でも最後、皆さん、最後救われた皆さんは必ず聖霊が主人になる。皆さんが死んで、十字架でイエス様と一緒に死んで、そしてキリストが主となる、力を受けるようになる。皆さん、そうならないとですね、クリスチャンは用いられないんです。今日ペンテコステ、そういう出来事が人々の目に起こった。皆さん、聖霊に満たされるというのはそういうことです。古い自分に死んでキリストが主人となる。で私たちをですね、国と考えてください。国と国民と考えてください。で聖霊様が総理大臣、王様です、天皇です。聖霊様、そのお方に私の全てが従っているときに、私という国は平和な国になります。喜んで従わなきゃダメですよ。喜んで、聖霊に喜んでした。皆さん、これが聖霊に満たされることです。そして戦いは今日皆さんの魂の中で今も続いているかもしれない。私は死にたくない、私が、でもその私を
イエス様は静かに優しく十字架につけて、私を死なせ、私を葬らせ、そしてイエス・キリストが私の主人となって今日生きてください。皆さん、これがペンテコステである聖霊十万です。さあ、今日一緒にそのことを求めていきたいと思いますね。今まで、長いこと信仰生活をしてきた、聖霊のことわからなかった、でも今日聖霊を求めて新しい信仰生活に入っていきましょう。聖霊が豊かに注ぐとですね、今までは自分の力でうまくいかなかった、人間関係もうまくいかなかった、いろんなことでトラブルが起こっている。でも今度聖霊が主人になったらですね、もちろんトラブルが起こるかもしれない、迫害が起こるかもしれない、でも全く違うんです。聖霊が主人になった人はこの世界を変え、歴史を変えていきます。一人の伝道者がありました。伝道者が夢を持って世界を変えよう、聖書をお話しして皆さんを変えようと思って一生懸命頑張りました。やってもやっても人は変わらなかった。ああ、じゃあ世界を変えるように私の国を、いや国もダメだった。じゃあ私の町を変えよう。この小さな町を変えよう。皆さん、イエス・キリストを信じなさい。でも変わらなかった。じゃあ私の家族、語ってみたら妻も言うこと聞かない、子供たちも言うこと聞かない。なんだよ。この人は最後気づいた。そうだ、自分が変わるんだ。自分を変えていただこう。この自分がキリストと共に死んで、そしてこの中心にイエス様が王となってくださったが、その時からその人が変わったので、その変わった人を通して家族が変わりました。そしてその変わった人を通して多くの人を変えていった。だからここに鍵があるんです。だから自己実現っていうのは自分が生きて自分の思う通りに生きることですよね。その反対です。自分が死んで、自分が死んでキリストが生きる、その時に皆さんを通して世界が変わる、聖書の約束が実現する。ご一緒に祈りたいと思います。天のお父様、一人一人が今日古い自分に死んで聖霊に満たされる、ペンテコステ、第二のペンテコステ体験できますように。イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アーメン。しばらく皆さんでお祈りをしたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日古いキリスト教を脱ぎ捨て、自分の信仰を脱ぎ捨て、聖霊が私の主人となり、聖霊が私の王となり、天のお父様、これは衝撃的な経験です。天のお父様、一人一人が本当にその経験をするときに人間的に惨めな思いをする、でもキリストと共に死んだときに、キリストと共に生きる関係を主イエス様にさせてくださることを心から感謝します。どうぞ一人一人が死ぬべき自分を気づき、死ぬべき自分をイエス・キリストに明け渡し、主イエス様、どうぞ私が生きるのではなくて、私が死んでキリストが生きる、お父さん、ハレルヤ、そのことをお話しください。インターネットで願いしている方々もそのことが分かるように、主よ、知識ではなく聖霊様によって神様体験的に分かるように、天のお父様、聖霊が生きる、キリストが生きる、私がキリストと共に十字架にしても、もはや我々に来るのではなく、キリストは一緒に歩いていくため、その体験を一人一人が、皆さんと共に祝福してください。ハレルヤ、主よ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 、自分自身に絶望させてください。自分自身に破綻させてください。そして神様、キリストに生きる道を今日開いてあげてください。自分で生きようとするあまり苦しんで葛藤して、
緒にいたのを彼女を戻って、あなたを救い出してください。そう、もう離れて聖霊様は今あなたの愛を、イエス・キリスト教えられました。私と同じもう一人の助け主、聖霊のあなたの愛、聖霊が来たら全てのことを悟ることができます。聖霊のあなたの愛を聖霊のあなたの愛、聖霊の愛、そして私は救いたいです。私は神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 です。私たちが一人一人もう一つ生まれ変わる体験をさせてくださいます。ハレルヤ様、お父様、全く新しい次元に弟子たちが入ってきました。私たちも全く新しい次元に入っていくことができるように、ハレルヤ様、お父様、どれも結びさせてください。新しい主を主の出会いを体験させてください。聖霊様、主を一人一人のこの体験をすることができるように、天のお父様、この国に救いを与えてください。幸福に救いを与えてください。あれそれだよ。主よ、あなたの御心のままに聖霊を行っていくことができる神様、世界の平和に貢献できますように、この国が幸せな国になりやすく、人を受け入れる国と変わることができる天のお父様。今私たちの人生を振り返ってみると、主よ様、あなたが必要だということが分かりました。自分の力で一生懸命生きても虚しく失敗し苦しみ挫折し、そこで止まってしまうことを体験してきました。今日あなただけが道です。あなただけが救いです。あなただけが希望です。今日あなたに立ち返ります。主よ、あなたに助けます。主よ、一人一人が全部が本当に来ますように。皆様、2010年頃を持って出してもらって、主を新しい主を聖霊に出し、聖霊のバプテスマを経験できます。火のバプテスマを経験できます。ヨハネは水でバプテスマをさせます。そしてイエス・キリストが聖霊と火でバプテスマをさせてやる。主よ、その体験を一人一人がすることができるように、この天の神様、主よ、あなたの一歩を進ませてください。あなたの一歩を主よ踏み出します。踏み出します。踏み出します。主よ、どうぞこの教会が主よ歴史を変え、神の働きを信じ続けていくことにお持ちくださいますように、主よ様、これからお願いいたします。この御の神様、天の神様、ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。主よ様、今週私たちが用いられますように、主よ様、小さな一歩を踏み出し、今週私の家族を主よ様、私を通して救いに導いてください。私の友達を、私を通して、あなたの力によって救いに導いてください。心から感謝申し上げます。心から賛美申し上げます。主イエス様、あなたの皆を憐れみます。聖霊様、あなたを求め、聖霊様、あなたを求めます。全能の神、助け主、全能の神、助け主、あなたを求めます。あなたを求めます。Thank you.
ペンテコステを経験したと信じます。でもお父様、
聖霊に満たされるのは今日初めて教会してきた人も体験できる。子供でも体験できる。おじいちゃんおばあちゃんでも若い人でもどんな人でも今日この出会った聖霊様と共にこれからも歩んでまいります。イエス様の十字架を心から感謝し、あなたの甘えに感謝し、今日も緊張させます。あなたも、どうぞご用のために、今日もお使いください。捧げます一人一人を祝福してください。イエス・キリスト様の名で感謝して、お祈りいたします。アメン。続きまして、聖餐式を行います。聖餐式は、イエス・キリストが定められた儀式の一つです。このキリスト教が聖霊教に変わってしまったんじゃないです。ペンテコステで聖霊に満たされたその弟子たちを中心に人々は家で毎日礼拝しました。家です。でそこで何が行われたか、食事をし、祈り賛美をし、そして持ち物を共有にしていた。そしてもう一つ、パンを割いていたって書いてあるんですね。で皆さん、これが聖餐式です。イエス様を信じた、聖霊に満たされて教会になった人たちはみんな毎日聖餐式をしていた。そのたんびにイエス・キリストの十字架を思い起こすんです。イエス様の十字架によって私が救われた、私が癒された。これを思い起こさせてくれるのは聖霊様ですけど、聖霊は自分に仕えようというのではなくて、イエス・キリストに私たちを受け入れていく。今日聖餐式を受けるときに、もう一度私たちはイエス様のその恵みに感謝したいと思います。お祈りします。恵み大抵の父なる神様、以降イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うは主の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つである、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に切るものとしてください。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。主イエスは渡されるようパンを取り感謝して、これを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。まあ、感謝を持って信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げる後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。お祈りいたします。黙祷の姿勢を合わせてくださいませ。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い立ち前物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、
御言葉を述べ伝えることができますように。主の再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。天と地を一つにし、歴史を変えた教会を誕生させた、天国とこの教会を直結させている、その聖霊に一人一人が触れられ満たされる体験が深められていることを感謝します。今一人一人がさらに主を肉の力、また悪魔の力に流されないように、主をあなたが御子イエスのうち全ての罪から我らを清め、私たちを洗い清めてください。雪よりも白くしてください。そして聖霊に満たされて、聖霊を主として歩んでいくことができる一人一人であるように祝福してください。今心体が痛んでいたり、また病んでいたならば、イエスの名で命じる。一人一人の体よ、心よ、癒されよ、悪魔よ出ていけ、イエスの名で命じる。兄弟姉妹から離れていけ。聖霊なる神様、歓迎してします。あなたが一人一人の中に今お入りください。今満たして導いてくださいますよ。お天のお父様、ありがとうございます。あなたの祝福をお与えください。主よ、疲れ癒し、聖霊十万になれ、聖霊十万になれ。主イエス様、あなたの霊で命で溢れるようになれ。おー、ハレルヤ、天皇の様、ありがとうございます。あなたの力で満ち溢れるようになれ、聖霊十万になれ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたの力で聖霊の火が下り、聖霊に満たされる
体験ができるように祝福してください。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、天のお父さん、ありがとうございます。ハレルヤ、天のお父さん、ありがとうございます。お一人お一人を愛しておられる、お一人お一人のために十字架に帰り、死んだ墓に葬られ、三日目に蘇られたイエス・キリストの皆、心から感謝してお祈りをいたします。アーメン。感謝します、私が存在価値を今まで悟れずにいたけれど、初めから今までかりの愛はいつも私に受けられていた。ありがとう、その愛を教えたの、主がくださったあなたに、キリストの愛で私を伝える、この罪を伝える、あなたは愛されるため、主の愛を伝えるため、主イエスが選んでこの地に触れられない、もう一つの日を待ち望む、心と
があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。あの御願くは我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集めました会衆一同とともに、そのご家族親族一同の上に、インターネットそのためにやで礼拝を伝えた方々とともに、今でのうちも良い限りなくあらんことを。アメン。アメン。愛する神様、感謝の拍手を持って栄光を返したいと思います。アレルヤー、アメン、アレルヤー。今日一緒に礼拝を捧げられるところから感謝します。どうぞ座ってください。